はいどうもモンゲーライダーです。今回はですね岡山県全駅グルメラリー第24弾ということでね、今回訪れる駅は岡山電気軌道柳川駅です。はい、ということでね、路面電車に乗ってね、今柳川駅へ向かっております。まあ、この岡山電気軌道の駅をね、まあ、取り扱うときはこの路面電車に乗っていくっていうのがお決まりになってますんで、よろしくお願いします。はい、ということで岡山電気軌道の柳川駅までやってきました。はい、ということでね、岡山電気軌道の柳川駅までやってきました。柳川駅のすぐその先にはですね、柳川交差点があります。この柳川交差点というのはですね、桃太郎大通りと国道53号が交差しております。で、柳川駅というのがですね、その桃太郎大通り、これね、岡山駅前のメインストリートですね。なので、まあ、柳川駅というのはもう岡山の繁華街のど真ん中にまあ、あるようなそんな電停ですね。なので柳川駅の西へ向かうと岡山駅があります。柳川駅の東へ向かうと岡山城や後楽園といった、まあ、岡山市内の観光地があります。なのでこの柳川というのは岡山駅と岡山城の間ぐらいにあるそんな駅ですね。で、柳川の交差点にはですね、ハレクロスタワーというですね、まあ、タワーというか、まあ、ビルというかね、そんな大きな高層ビルが建っています。まあ、このタワーはですね、柳川交差点の再開発の、まあ、目玉として岡山の新たなランドマークになるように作られた建物なんですが、下にはスーパー、タワー部分はマンションになっているようです。でね、ハレクロスタワー一応ね、まあ、屋上まで上がれるようになってるんですよね。で、屋上にはね、こういった風な屋上庭園っていうのがあってね、なんか簡単な遊具とかが置いてますね。ただ残念なことにね、景色はね、この茂みで全く見えませんでしたね。なのであまり来てもね、まあ微妙だと思いますね。まあ、こんな風にですね、現在はタワマンが立つというですね、まあ、柳川の交差点なんですが、ちょっとここでね、一昔前にタイムスリップしてみたいと思います。タイムスリップしました。これはね、2014年、今から10年前の柳川交差点、あのタワマンはねそびえ立っておりません。ということでね、もっと近づいて見てみますとですね、今のねタワマンが立つ前まではですね、この古ぼけた汚いビルが建ってたんですね。ただこの汚いビルがかつては岡山市中心部の顔となっていたのです。ハレクロスタワーの壁にはですね、こんな風に柳川周辺の歴史が、まあ、紹介された案内板が掲げられているんですが、でこれが1959年当時の柳川交差点の写真がねあるんですが、この星型の広告塔の建物、ここに現在はハレクロスタワーが建っている。なので先ほど見た古ぼけたビルの正体はこれなんですね。現在のハレクロスタワーが建つ前にあったこのビル、柳川ロータリービルと呼ばれていたこのビルは、1階が店舗、上階が住居になっていたという、実は今のハレクロスタワーと同じ構造をしていた、当時としては最先端のビルだったわけです。ここに企業の看板なども掲げられ、岡山の顔として存在感を放っていたんですね。昭和の頃は岡山の顔として華やかだったこのビルもですね、時代の流れにより廃墟と化しまして、柳川の再開発によって今はこのように姿を変えています。ただね、ふとね、ちょっと違和感を感じることがあるんですよね。それはね、柳川ロータリービルという名称です。なぜか柳川ロータリーとついてるんですね。先ほどのね、案内板にも1959年柳川ロータリー完成と書いてあります。ただね、この柳川交差点、ロータリー交差点ではないんですよね。まあ、ロータリー交差点とは何ぞやということなんですが、まあ、簡単に言うとですね、真ん中に島があって、その周囲を一方向に周回していくような、そんな交差点のことを、まあ、ロータリー交差点、またの名をラウンドアバウトと言います。なので、ロータリー交差点の絶対的な定義としてはですね、真ん中に島があることなんですが、これ、柳川交差点、どう見ても真ん中に島はありません。完全な十字路の交差点です。
しかし交差点は丸い形をしています。円形なのに十字路という不思議な形をしているんですね。なぜこうなってしまったのか、柳川の歴史を紐解いてみます。これは明治時代の地図ですが、当時の柳川ロータリーも十字に交差しております。現在の柳川ロータリーがある場所には、かつて岡山城下への入り口だった山崎城門という城門があったんですね。要するにここには城の門があったということでね、当時の西国街道が通っていたという、主要な街道が交差していた場所、それが現在の柳川ロータリーなんですね。それは現在の京橋から岡山城下へ入り、北へ歩いて柳川の城門を出て野田屋町、そして宝冠町へ続いていくのが当時の西国街道でした。現在の柳川と当時岡山城下だった時代の柳川とで決定的に違うことがあります。それはここが交差点ではなかったということです。現在柳川ロータリーを南北に貫く通りは柳川筋となっていますが、この通りは明治初期まで岡山城の外堀、20日堀と呼ばれるお堀だったんですね。なぜこの通りが柳川筋と呼ばれているのかというと、明治になって堀を埋め立てて道路にした際に、中央を水路にして両側に柳並木を植えたことが由来となっております。そしてこの柳川筋、以前のですね20日堀のですね東側は中山家という地区になっておりまして、堀の外側、いわば西側は現在都議屋町という地区になっております。都議屋町というのはいわば堀の外側の町なんですね。そのために刀を磨く研ぎ師などが集まる職人の町だったことがこの町の由来となっております。都議屋町というのはですね、岡山市中心部の繁華街、飲み屋街といった感じなんですかね。現在は飲食店は多いんですが、過去の、かつてのですね研ぎ師がいた時代の職人の町という雰囲気はね残ってないんですがね。ただ研ぎ屋町というですね、岡山市中心部の飲み屋街、飲食店街にあるにもかかわらずですね、お寺が多いんですよね。こうして歩いてみるとですね、お寺が密集していることがわかります。これこそがですね、かつて岡山城の堀の外にあった職人街という名残なんですね。城の堀の外側というのはですね、職人街でありまして、なのでその住民を守るためにですね寺を置きました。寺というのはですね、有事の際に防御として使っていたんですね。なので僧侶が兵となるわけです。そのために都議屋町にはですねこういった風にお寺が多いんですね。ここはね柳川ロータリーの都議屋町側ですが、井戸があるんですよね。当然昔は堀だったわけで、この下にはね水が流れているわけですから、なのでねここに井戸が設置されているんでしょうかね。詳しくはわからないですが、今の柳川筋は岡山の町の背骨のような道路、岡山都心部への入り口になる場所ですが、歴史を紐解くと昔もここに城下町への門があり、今も昔も同じような存在だということがわかります。ですのでここが十字路の交差点になったというのは、明治時代にねここの堀を埋め立てたことによって十字路になったんですが、ではなぜ柳川ロータリーと呼ばれるようになったんでしょうか。先ほども言ったように、この場所は明治初期に堀を埋め立てて以降、現在までずっと十字路の交差点です。過去にロータリー交差点だったこともありません。ただこの柳川交差点をロータリーにする計画は存在したんです。岡山市が戦争で焦土と化した戦後間もなく、岡山の都市計画として柳川、大工、大雲寺、東海地などをロータリー化させる計画があったんですね。なのでこれらの場所は円形に用地取得されているんです。なのでこのね柳川交差点の歩道というのはね丸みを帯びております。そのスペースにねこういった木々が植えられていたりしますんでね。そして交差点に立つビル、これも丸みを帯びて円形に作られているんですね。これがなかなか面白い建物なんですよね。円形の土地をなぞるようにビルもカーブを描いている。これは今は亡き柳川ロータリービルと全く同じ構造をしております。そしてですねこの柳川交差点には左折化のレーンも作られている。これは円形の交差点がゆえにこうして作られているんですね。柳川も大雲寺も大工も円形の交差点になっているため、いずれも左折レーンがある。これこそがかつて岡山の町にロータリー交差点を作る計画があったことの名残なんですね。しかしその岡山交差点ロータリー化計画は、交通情勢の変化、モータリゼーションの普及でロータリーにすると危険だということになり、ロータリー化計画は中止となりました。そして現在の円形だけど十字路という不思議な交差点の形になったんですね。
そのロータリーみたいな形をした十字路の交差点を岡山市民は柳川ロータリーと愛着を込めて呼ぶようになったんですね。はい、ということで今回柳川駅編で行くお店なんですが、金八ラーメンというお店に行きたいと思います。まあ、このお店はね、岡山のラーメン好きなら知る人ぞ知るというお店ですよね。
じゃない。